腹の減った話梅崎春モーすまでもなく食物をうまく食うには腹をすかして食うのが一番である。満腹時には何を食べてもうまくない。今私の記憶の中であんなにうまい弁当を送ったことがないという弁当の話を書こうと思う。弁当と言っても、 十箱入りの上等弁当でなくごくお粗末な田舎駅の汽車弁当である「中学校2年の夏休み私は台湾に遊びに行った」「カレンに私の叔父がいて私を招いてくれたのである」「うまい汽車弁当とはその岐路の話だ」「カレンというのは東海岸にあり 東海岸は切り立った断崖になっている関係上その頃まだ道路が通じてなく相応から船便によるほかはなかったその船も2300トン級の小さな汽船でカレン港に停泊して橋家で上陸するのであるで8月末のある日の夕方私は橋家でカレン港岸を離れ 船に乗り込んだ「この汽船がひどく揺れることは往路において分かったから夕飯は抜きにした。私は今でも船には弱い。そして案の定船は大揺れに揺れ私は吐くものがないから胃液などを吐き翌朝騒音に着いた。船酔いといとうものは 「陸地に上がった途端にケロリと治るという説もあるが実際はそうでもない」「上陸してもまだ陸地がゆらゆら揺れているような感じで30分や1時間は気分の悪いものである」「だから少し時間はあったが何も食べないで汽車に乗り込んだ」「そのことが 私のその日の大空腹の原因となったのである「双方から台北までその頃、やはり12時間近くかかったのではないかと思う」「ローカル線だから車も小さいし速度も遅い」「第一に困ったのは弁当を売っているような駅がほとんどないのだ」「汽車に乗り込んで1時間もたった頃から」 私はだんだんん空腹に悩まされ始めてきた「それはそうだろう前の日の昼飯それも船酔いをおもんぱかって少量を食っただけであとは何も食べていないしそれに中学2年というと食い盛りの頃だ」「その上汽車の振動という腹減らしに絶好の条件が備わっている。 お腹ががかないわけがないい。わけそうで弁当を買って乗ればよかったと気が付いてももう遅い」「昼頃になって私は目がクラクラし始めた」「停車するたびに車窓から首を出すのだが弁当売りの姿はどこにも見当たらぬ」「もう何を見てもそれが食い物に見えて食いつきたくなってきた」 海岸沿いを通る時沖に亀山島という亀にそっくりの形の島があって私はその島に対しても食欲を感じたあの首をちょんとちょん切って甲羅を剥ぎ中の肉を食べたらうまかろうという具合にだ観難の数時間が過ぎやっと汽車弁当にありついたのは午後の4時ごろで。 何という駅だったかもう忘れたどんなおかずだったかも覚えていないべらぼうにうまかったということだけいやうまいという程度を通り越していたが残っているだけだ一個の汽車弁当を私は瞬く間にペラペラと平らげてしまったと思うそんなに腹が減っていたなら 二個三個と買って食えばいいだろうとあるいは人は思うだろうそこはそれ中学二年という年頃は大変自意識の多い年頃であいつは大食いだと周囲から思われるのがつらさに一個で我慢したのである一個だったからこそなおのことうまく感じられたのだろうあの頃のような旺盛な食欲を 私は今一度でいいから持ちたいと思うがもうそれは無理であろう。梅崎春男32年4月